それでは本日の定例記者会見は福祉部からの一件でありまして、障害のある方の体育施設利用料の無料化についてお知らせをいたします。今年8月の総合体育館の共用開始に合わせまして、障害のある方がスポーツをしようと思う環境づくりを全市的に進めていくために、市の総合体育館をはじめその他の体育施設におきましても、施設料の使用料のほか、施設内の照明とか冷暖房、そして体育器具の使用もですね、全て無料で使用していただけるようにいたしたいと思います。なお無料となる施設はお手元の資料の一覧表で確認いただければと思います。47施設ありまして、この確認の方法につきましては、障害者手帳アプリ未来の ID の利用が可能となっております。また無料となる対象者には、障害のある方が団体でご一緒にスポーツを楽しんでいただけるように、介助者や指導者、練習相手、そしてボランティアの方も含まれております。誰もがスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営んでいただけることを期待しております。以上で記者会見を終わります。質問を